コーダコーダ到着いたしました。はい、ということでね、こちら浜松市天竜区になりました。コーダ駅ですね、到着いたしました。ここがですね、飯田線で一番人気の秘境駅と言われております。コーダ駅ですね。もう辺りを見渡すと森ということで、ちょっとねホームを歩いてみたいと思いますね。はい、まあ、次の電車がですね、あと2時間ぐらいしないと来ないので、ゆっくりとね見ていきたいと思います。はい、もう隣はね天竜川ですね。すごく大きな川があります。で、ちょっとホームの端っこまで行くと、お、なんかありますね。静岡県、愛知県、長野県。これはですね、なんとここの駅ですね、3県の県境なんですよ。静岡県と愛知県、長野県のこの3県がちょうど重なってる駅なんですよね。なんでここは今静岡県浜松市なんですけども、ちょっとこっちに行けばもう長野県、飯田市で、こっち行けばもう愛知県っていうわけで、もう3県が重なる非常に珍しいところなんですね。はい、ちょっとね雲行きが怪しいので、ちょっともう少し奥の方も散策してみたいと思います。出発進行。はい、ではホームを降りると、ここですね、駅舎があります。コーダ駅、昔多分金がいたんでしょうね。しっかりとカーテンかかってますね。ここはあれなんですよね、無人駅なんでね、先ほどの買った切符をですねここに入れる。ここに時刻表、運賃表がありますね。ここすごいですね、このダイヤも。朝ここ逃して2時間起きますからね。今もここで次の電車16時11分2時間、終電が9時、考えられないですね、都会だと。ここになんか写真ありますね。これ何ですか、誰かわかんないですけど、駅長ですかね。これ駅長が写ってますけど、何ですかこれは。旅の感想、句、詩、短歌など綴ってみませんか。ここに思い出ノート保管箱ってあるんですよ。こんな着方でいいんですか。あ、すごい、なんかめちゃくちゃ入ってる。これ書いていいんですかね、これ。あ、いいんじゃないですか、これ。ほら、思い出日記、コーダ駅、令和2年、ここにどうぞ書いてくださいっていうことなんでね。書いておきますか。ほらほら、書いてありますよ、これ。この間来た人、令和2年6月20日飲み鉄にゃんこさん。ほら、疲れたので一日中コーダでダラダラしていました。正午ぐらいは晴れていたけど、ほら午後から曇り、日食は見れ、あ、日食を見に来てたんですね。ほらほら、もっと前のも多分ありますよ。すごいな、ほら、コーダ下車、自然が気持ちいい。ほら、このなんか絵描いてますよ。ちょっと僕も描きたいと思います。せっかくなんですね。じゃあ描かせていただきます。たくあんボーイと申します。元 JR の駅員、今は芸人やっています。必ず売れてまた戻ってきます。また今度はね、売れてロケで行きたいと思います。思い出日記1、ちょっと1ページだけ見てみますね。昭和55年6月1日2時1分の電車に乗り遅れ、5時15分の電車を待っている。散々歩かされたデートでクタクタでも楽しかったよ。カップルでデートに来たんですね、昭和55年の方が。早く、お腹空いた、早く帰りたいって言ってます。すごい歴史があるのでね、皆さんもぜひ来てみて、ここにね僕もメッセージ残したんで、皆さんも書いてみてください。はい、はい、それでは駅出てすぐの道がここですね。もう崖ですよ、すぐ。こんな危ない駅ありますか、他に。じゃあ少しね散策してみたいと思います。あ、すごい、家ありますね。なんか愛知県、なんか愛って書いてあります。コーダ発ラブストーリー、お二人の幸せを呼ぶ椅子って書いてあるんですね。これは多分なんかそういうスポットなんですかね、ここは。きっとご乗車お待ちしております。誰も住んでない家なんですけど、昔はここに人がいたんでしょうね。はい、もう綺麗さっぱりになってます。
はい、昔はここがきっと集落でいろんな人が住んでいたんでしょうね。ここもなんか作業場ですかね。ここも仕事してたんですかね。おお、普通に暮らしていたみたいな感じですね。ポットとかもありますし、フライパンもありますしね。へえ。今駅を降りて、まあ、10分ぐらいですね、歩いてきたんですけど、変わらず山道が続いています。ね、途中なんかトカゲとかね、いろいろ途中でね出てきたりしたんでね、ちょっといろんな虫とか生き物がいたり、ちょっとね猿とか下手したらクマも出るかもしれないんで、気をつけていきたいと思います。はい、では20分ぐらい歩いてきたんですけども、さらに、険しい山に入ってきましたね。はい、熊よけ OK です。なんかね30分ぐらいですね、駅から歩いてきたんですけど、なんかすごい山奥まで来ちゃいましたね。ここからもう少し行きたいところなんですけども、一駅でゆっくりしすぎたせいか、ちょっとねあまりもう時間が意外とないので、戻る時間考えるとないのでね、ちょっとここまでということでね。ということで今回は銀座線の秘境駅小和田駅に来ました。少し散策もしましたけどね、とても大自然に広がるいいところでしたので、皆さんもぜひ来てみてはどうでしょうか。まあ普通に各駅停車でも来れるんですけどもね、たまに飯田線のイベントで秘境駅号っていうのも走ってますのでね、まあ他にも秘境駅あるので観光がてら来てみてはどうでしょうか。それではまた皆さんも小和田駅ぜひ来てみてください。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひついでに来いどうぞ。もうさよならですね。いい駅でした。さよなら小和田駅。さよなら小和田駅。